徳久ウィリアムです、声の悩みを持っている方は結構たくさんいらっしゃいます、声が小さい、声がこもっている、自分の声が好きじゃない、よく人に聞き返される、もしくは声の小さいの逆で声が大きすぎるとかですね、あとは歌手の方とかだと、高い声が出ない、低い声が出ない、自分の理想の声が知りたいとか、 あとはナレーターとか声優の方ですと、基礎は分かったと、ただそこから先の本当の基礎を知りたいという方だったり、悩みはいろいろあるわけですが、声が面白くもしかも厄介な点は、声は一生使わなきゃいけないということです。なのでそういった悩みをですね、抱えていると、特に声を仕事としていない人たち、一般の人たちですね、多くの、単純に喋りたくなくなります。そうするとですね、声も筋肉ですから、で恐ろしいことにですね、筋肉っていうのはすごい勢いで、減っていきます、衰えていくんですね。なので、声を出したくなくなる、出さない、筋肉が衰える、そうすると負のスパイラルにはまっていくわけですね。なのでむしろその気がついた時に何かした方がいい、ちょっとずつしていった方がいいと思うんですけれども、ではどうしたらいいのか、いくつかポイントがあるんですが、全身的に声を考えるということですね。声を良くしよう、声の悩みを解決しようとする、多くの場合ここら辺だけを意識することが多いんですけれども、そうではなく全身で考えるということですね。プロと素人の発声の違い、もしくは声に悩みがない人、声がいいと言われている人とそうでない人の違いというのは、全身を意識してるか、全身が鳴ってるかどうか、それともここだけが鳴ってるかどうか、その違いが大きく言ってあります。ではそういったものをどのようにして、身につければいいのか、実はすごく簡単で、その場で意識すれば結構劇的に変わることが多々あります。もしくは思い込みですね。声というのはとても厄介で、自分が聞こえている声と他人が聞こえている声、も違いますし、そもそも人間は、自分のことが一番よく分からなかったりします。自分はこういうふうにやってるつもりでも相手に伝わらないとか、相手の印象は違ってたっていうことはよくあることですよね。だからそのギャップを埋めることが非常に大切になります。現代だと iPhone とかがありますので、そういったものを使えば比較的そのギャップをすぐ埋めやすく、スマホとかのアプリとかを使って自画撮りをしたり、自分の声を録音したりすることで、そのようなギャップを埋めることができます。あとはボイトレの教室もたくさんあります。そういった場を利用するのもとても良いと思います。あとはですね、私自身が、ボイスパフォーマーとして活動しているんですけれども、教えることにも非常に力を入れています。自分が教えていることが好きだし、向いているっていうのもありますけれども、声の悩みをほんのちょっときっかけを変えるだけでですね、全然変わるということを伝えたい、声の可能性っていうのは日本に生まれ育ってとですね、すごい漠然、小さな声の可能性の概念しか得ることはできないんですね。自然とそうなっちゃうんです。でも赤ちゃんとかを見てると、ものすごい喉が柔軟だし、いろんな声が出せるし、いろんな大きな声も出せるし、大きな声をずっと出し続けても、ほとんど枯れることもないんですね。声で悩んでる赤ちゃんっていうのはほとんどいないはずです。子供、ちっちゃな子供とかですね。で、我々は大人になるにつれ、その声の可能性や声のポテンシャルをどんどん制限する方向に育ってしまうんですけれども、それは非常にもったいないなと思って、そういったことも伝えたくて、
指導を行っています。で個別にも個人レッスンなどたくさんやらせていただいてたんですけれども、最近はですね、そのワークショップの力というものを強く感じています。私先生と生徒というマンツーマンももちろん効果はあるんですけれども、そうではなくいろんなレベルのいろんな立場の人たちがいることによってですね、自分の発声の概念が壊れやすくなるんですよね。あとは単純にですね、同じモチベーションの同じ思考性を持っている声をなんとか良くしたいといったものを持っている人たちが集まることによってですね、場の力というのが生まれます。その場の力を利用することが声を良くすることにとても役に立つということも最近つくづく感じていますので、最近はグループ不特定人数の方を集めたワークショップなどをやっています。で今度11月8日と15日にですね、声の大学という2日集中のセミナーを行います。講師はですね、私とあとは声は多角的に見た方がはるかにいい効果がありますので、体の専門家プロのアスレチックトレーナーの浅井隆之先生という方と、あとは産業心理カウンセラーや企業研修などをたくさん行っている株式会社 B フレックの田村博さんを、心理学的な側面のスペシャリストとして、ゲスト講師としてお呼びしています。この3人の講師で声を全身で見ていく、多角的に見ていって、いろんなアプローチから声を良くしようという2日集中のセミナーを行います。早割はですね、11月1日今日までです。もしご興味がありましたら早めにお申し込みください。定員今回はというか今回もですね、あんまりたくさん人が集まりすぎるとやっぱり効果が一人一人を見る時間がどうしても少なくなってしまいますので、一応定員はですね10名とさせていただいてます。今のところお申し込みが3人入っていますので、定員まであと残り7名です。この機会にぜひこの機会をですね、この場を利用していただけていただいて、声を良くするきっかけになればなと思っております。あとは声を通じてですね、これは私自身の活動のテーマでもあるんですけども、声を通じてその自分自身、人間とは何かっていうことを考えたいと思ってます。でそれによってよりよく生きていきたいなと思ってます。よりよくっていうのはその本人にとってっていうことですね。絶対的なものではなく、その人自身にとって、自分自身を知ることで自分自身がよりよく生きていけるようになれたらなと、私自身もそして今回の声の大学という場もそういうふうに役立てばいいなと思っております。私自身のプロフィールを少し、説明します。私は1999年ぐらいから、特殊な発声、主に方名、その時は方名とか方ミーと言われている特殊な発声、モンゴルとかにあるいっぺんに2つの音を出す歌唱法があるんですけれども、それを皮切りにですね、特殊な発声を得意スペシャリストとして、世界中に特殊な発声っていうのはあるんですけれども、それのですね、研究とリサーチと、それを自分のパフォーマンスに取り入れて、ライブやレコーディングやそういった現場で、活用してきました。でそこで分かったことはですね、特殊な発声っていうのは普段使ってないようなところを使うので非常に負担がかかりやすいんですけれども、でしかもジャンルを超えてしまうんですね。だから一つのジャンルで使えるボイストレーニングの方法っていうのは全く他のジャンルでは使えなかったりっていうことが分かりまして、それで自分なりにそのジャンルを超えて共通する発声の基礎は何かっていうふうに、自然と考えるようになりました。でそれで自分なりに試してすごく効果があったんですね。ここ数年はですね、年100本近くライブをやって、そういった活動も7、8年近くやってますけれども、ライブとかでですね、声を枯らしたり壊したりってことは一度もありません。一度もは嘘かな、でもほとんどないですね。でこれの方法は面白いなと思って、でまた人に教える機会もあったもんですから、それを人にも伝えるようになっ
って、恐る恐るですね、最初は。でもそれで効果があることが分かりました。そういったことを、現在は自分の表現活動と並行して、お伝えしています。特殊発声を専門とするボイスパフォーマーの徳久ウィリアムでした。